新宮町立新宮中学校は、福岡県かす郡新宮町にある公立中学校である。健康な体、美しい心、豊かな知性1944年に開校。現在は495号線沿いに位置し、校舎周辺には JR 新宮中央駅などがあり、交通の便が良い。校風は少々厳格であり、楽器に一度、始業式で、 服装頭髪検査が行われる。作詞、安武文夫、作曲、芹川京一、補填、倉谷賢治による。近隣の小学校、高校同様、歌詞に、立花山、玄海などが含まれており、新宮町の特色を表している。技術研究部は2011年7月をもって廃部、演劇部も廃止となっている。 家庭科部は2015年度より、ガーデニング部は2016年度より、体育会、合唱コンクール、砂の芸術を三大行事としている。赤ブロック、黄ブロック、青ブロック、緑ブロックに分かれて競い合う。体育会前には、集合の遅刻、服装の乱れ、教室の閉じまりなどで、プロセス点があり、違反があるごとに点数が引かれていく。最終的に残った点数は、 競技点に加算される。2016年度より今までに行われていた男子の組体操と女子のダンスを廃止。その代わりに美しさを競う集団体操。街の温度である新宮温度が種目となった。新宮温度は1.2回目は各ブロックで競い合い、3回目には地域の人も参加できるようになっている。二千十七年にはこの三回目に彼氏が彼女の元へ行く。 という中学3年生カップルならでは、楽しみが誕生した。1日目に、各学年ごとに、近隣の公共施設ソピア新宮で、学級対抗の合唱コンクールが行われる。音楽家教師をはじめとする34名ほどの音楽、関係者が、審査員。最後に、各学年ごとで、金、銀、銅賞、そして最優秀指揮者賞が発表される。数日後には、体育 これは、金、銀賞のみの発表となる。新宮町が町の自慢としている新宮浜で、年に一度砂を使って芸術作品を作成し、その作品を保護者や先生の評価により、どのクラスが一番上手に創作できているかを競い合う、30年以上続いている新宮中学校の伝統行事である。作像は各学年ごとにテーマが決められている。 2010年までは5月に行われていたが、体育会の練習などと重なったことや、砂の芸術により力を注ぐことができるように、2011年度からは9月に行われるようになった。2016年度は6月に開催された。また、その年からは体育会と同様ブロック対抗でも行われた。こちらはクラス対抗とは違い、2段の塔を作り、 高さと表面の美しさを競い合う。翌年2017年度も6月に開催。しかし、2016年度と異なり、ブロック対抗は塔を作るのではなく、半球を作り、デザインや大きさなどを競い合った。なお、2019年度は再び9月に行われた。100人一種大会やクラスマッチがあったが2016年度より開催されていない。ありがとうございます。